よく集まりました。妖精国の騎士たち、女王として嬉しく思います。確認するまでもありませんが、誰の目にも留まっていませんね。はっ、人目を避けて陛下の部屋を訪ねる。妖精騎士ガワイン、ご命令通りに。どうだか、そのでかい図体で目立たないなんてあるわけねえだろ。丸わかりだぜ、丸わかり。いい加減てめえを客観視しろよな。ズンズンって足音マジでうるさいからさ、犬ころのくせにクマ食おうかっていうの。カルディアには他にもでっかいのはいるし、そこまで最悪ってわけじゃないけど、せめてウエイトくらいは絞ったら。またヒールが砕けても知らねえぜ。減らず口は控えろトリスタン、陛下の御前である。我々を秘密裏に呼び出すほどの案件だ。仲違いをしている場合ではあるまい。私なりにあなたの将来を気にしてアドバイスしてあげたんだけど。待て、砕けたのか妖精騎士ガウェイン。靴が砕ける謎、妖精として致命的だ。確か灰かぶり姫だったか。いや、童話の話は良い。大事はなかったか。はい、幸い床にはへこみ傷がついた程度でした。通りすがりのキャスターが笑い転げた後、床の傷を直してくれたので問題ありません。床の話ではないのですが。そうか。では今回の任が終わり次第、頑丈な靴を用意するとしよう。はっ、ありがたき幸せ。陛下からの賜りであれば、このガウェイン喜んで。ではそのようにトリスタン、自慢の腕を見せてやりなさい。あ、何言ってんのお母様。私のヒールをこいつに履かせんの？難しいのですか？難しくはないけど、まあ仕方ないか。お母さん、モルガン陛下のご命令だものね。妖精騎士トリスタン、新ジャンル開発ってことで承ったぜ。仲がいいのは結構だけど、話始まらないなら帰っていいかな。起きたばかりでまだだるいんだ。なあ、てめえランスロット、お母様の前で何寝ぼけたこと言ってんの？本当のことだし。僕朝は弱いんだよね、ドラゴンだから。よい、ランスロットは早朝にもかかわらずよく召集に応じました。成長しましたね。確かに妖精国では何をしようと午後出勤でしたものね。本日の案件は他でもありません。10日後にある特殊な祭り、バレンタイン。運命を共にすると決めたものに日頃の感謝を告げ、将来の契約を交わすのだとか。妖精騎士であれば分かっているでしょう。つまり我が夫に送る品について会議です。モルガン陛下いつの間にですわ。でもここはカルデア、歴戦の英霊のるつぼ。陛下の目に耐える素晴らしい英霊がいたのでしょう。私もおじけづいている場合ではありません。バレンタインに備えて準備をしなくては。えっ、夫聞き間違い言ったよな。でもお母様が幸せなら私も祝福しな。いやしねえよ。その前に素行調査だろ。100点中1000点のやつじゃなきゃゴミ箱行き誰だろうとめちゃくちゃにしてやろうじゃない。あの暇人マスターにも手伝わせてやるか。ああ、そういうこと。わかるよ、彼のことだね。とても目が覚めた。僕は応援するとも。恋人と夫は別のジャンルだからね。チョコレートを送ることはすでに調査済みだ。ノクナリアが輸出していた菓子であろう。知ってはいるが、それだけでは妖精国の統治者としていささか足りぬ。祭りと名の付くもので失敗は許されない。遠慮はいらぬ。述べよ。妖精円卓議会、その英知を結集する時だ。お母様、めちゃくちゃ真剣じゃん。いやば、調査とか言ってる場合じゃねえ。女王として箔をつけたいってことなのなら、やっぱり造形美は必要よね。勝つって意味ならかっこいい要素かな。高級ブランド的な。今時可愛いだけなんて魅力不足でマイナスだと思うし。お母様、クールでアイスでダークなの得意でしょ。建築限定だけど。任せなさい。ビルド星5等プロ級です。トリスタンがあんなに真面目に、負けてはいられませんね。陛下は造形も大切ですが、重要なのはやはり愛ではないでしょうか。具体的には、愛着があるもの、愛しているもの、そういうものを模してみるのはどうでしょう。陛下が愛しているものを同じように愛しく感じてくれるのなら、それは理想の伴侶ではないでしょうか。なるほど、さすが愛の多い画勉強。頼りになりますね。私はやっぱり自分自身だね。でもさすがにこの体は差し出せないし、人間では歯が立たないだろうし、妥協して心を表したものにしたよ。妖精騎士としての証も添えて喜んでくれるのは分かっているけど、今から当日が楽しみ、たまらない。自分自身、それはいささか動物的。いいえ、自分自身とも言えるものをモチーフにすればいいということですね。そう、陛下なら可能なはず。道具作成 EX なんだから。言われるまでもありません。すごいのを作ります。これよりチョコ作りに入ります。まずは調理法の習得、その後アイディア出しが終わり次第図面の作成です。お前たちにも手を貸してもらいましょう。3日三晩眠れぬ夜を覚悟することです。ガウェイ、異論なく。ところでこのキッチンを使うのでしたら私も個人作業してよいでしょうか。構いません。チョコレート作りの基本を共に学ぶことを許します。じゃあ私は他のサーバントのチョコをリサーチしてこようっと。あいつら英霊だけあって割と器用だからな。面白いアイディアにありつけるかもだぜ。カッティングは僕の仕事だね。任せて。エキサイティングに裁断する。頼もしい。それでこそ妖精国の騎士。おそらく王として清掃のアルトリアも同じ結論にたどり着くでしょうが、格の違いを見せるとしましょう。反人類史、恐るるに足らずです。そして10日が経ったのです。ですから分かりませんか。私が工房にこもってから10日です。今日はバレンタインでしょう。理由は即座に察して叱るべきでしょうに。そうです。では受け取りなさい、我が夫。妖精国の威信をかけて錬成しました。協力者である三騎には後ほど謝礼を。私にしては時間をかけたものだと自負しています。まずはアフタヌーンティーの支度を。ティーを楽しんだ後、最後にそうですか。まあそうでしょう。分かりきった反応ですが、よしとします。キャスパリーグは黙っていなさい。マーリンのいる庭に送ってもいいのですよ。まあ我慢の効かないマスターですね。呆れます。本来であれば無礼打ちをするところですが、それほど嬉しかったという解釈で流します。感謝するように。チョコレートを手渡し、中を確認してもらうまでがこの祭りの要所だと聞きました。であればバレンタインはここまでです。私は部屋に戻ります。そうですか。私ともあろうものが早とちりを。ではやはり茶会の支度をしましょう。ハベトロットにお願いしてすぐに。だってそのチョコレートの説明でしょ。とても長くなります。私にとって大切なモチーフですから、語りたい物語がたくさんあります。それこそ一日では終わらないほどあなたを長く拘束してしまいますね。これをバレンタイン独占法と名付けましょう。法律は多いほどいい。いずれ行う祭りをスムーズに行うためにも。もちろん楽しみにしていなさい。妖精国はもうありませんが、その文化、喜びは私の胸に残っています。かつてない行事にしましょう。あなたも協力するように。何しろ私の夫なのですから。妻の望みは叶えるものでしょう。言葉から始まる関係も悪くはありませんね。召喚された時は反人類史の魔術師への軽蔑と反感からあのようなことを言いましたが、縁というものは不思議なもの。本当にその通りになるなんて。さあ、ハベトロットのところへ行きましょう。その城の名はキャメロット。多くの罪人が集う夢の跡。いくつもの悲劇、いくつもの寓話があなたの人生の導きにならんこと。